ザオー2は、イングランドのロンドン南東部グリニッジ半島にある大規模娯楽施設、旧ミレニアムドームの再開発事業により、2007年に開業となった施設である。アンシュツエンターテイメントグループが2005年にミレニアムドームを再開発し、2007年6月23日に大規模娯楽施設、ザオー2として再開業した。なお、ミレニアムドームをめぐって、 イギリス政府と直接契約を結んでいるのはメリディアンデルタで同社がアイグにサブリースしている。また、O2 はイギリスの携帯電話会社の名称でアイグが同社に命名権を売却している。投資施設内にある O2 アリーナは2012年のロンドンオリンピック及びパラリンピックの屋内会場の一つとなっており、オリンピックでは体操やバスケットボールの競技が行われた。なお、 両大会期間中は IOC の規定によりノースグリニッチアリーナという名称に変更されている。O2 アリーナはザ・オー2最大の施設で2万3000席を持つ欧州最大の多目的アリーナとして知られている。インディゴ・アット・ザ・オー2は2750名収容のナイトクラブでコンサートのアフターショーやプライベートイベントなどに対応されている。2020年から フードダーツ世界選手権の会場が決定している。O2 バブルは2007年11月にオープンした博物館で主にマイケル・ジャクソンの展示会が開催された実績がある。シネワールド・ザ・ O2 は11スクリーンを持つシネマコンプレックス。ありがとうございます。